カメの飼育水、皆さんは水道水にコンディショナーや軽く抜きを入れ、カルキなどを抜いて飼育水を使用されていますか？屋外だから気兼ねなく洗えます。屋外飼育のクサガメたちの飼育水は水道水のままで、水合わせや水温合わせも一切行えませんが、これまで一度も水かび病や体調不良もなく飼育できています。ミシシッピ匂いガメが水質に敏感かどうかは分かりませんが、飼育当初から水質調整剤を使用しています。日本イシガメは皮膚がデリケートで水質に比較的敏感というイメージがあって、飼育当初から水質調整剤を使用しています。亀用のテトラレプトセーフ、亀の飼育水はこれ一択です。規定量を必ず測り使用しています。かき混ぜると心配になるぐらいの泡立ちですが、ミシシッピニオイガメも日本イシガメもすこぶる調子がいいです。皆さんの飼育されているカメさんの飼育水はどのようにされているのでしょうか？コメントをいただけると嬉しいです。